プリン代謝とは、生物に含まれているプリン塩基の合成及び分解の代謝経路である。プリン塩基は、リボースマイナス5リン酸と結合したヌクレオチドとして合成される。この点で塩基として合成されてからヌクレオチドになるピリメジン塩基とは対照的である。プリンの生合成はまず、ホスホリボシル2リン酸からイノシン酸を合成し、 IMP からそれぞれグアニル酸とアデニル酸が誘導される。プリン骨格の由来プリン骨格の4つの窒素原子は、それぞれ1つのアミノ酸に由来しており、グルタミン、グリシン、グルタミン、アスパラギン酸の順番で取り込まれる。このうちグリシンだけは2つの炭素原子も利用されるが、それ以外はアミノ元のみを利用する。残り3つの炭素原子は、 炭酸水素イオンと二つの偽酸に由来しており、偽酸は10ホルミルテトラヒドロヨウ酸の形で供給される。イノシン酸の合成経路制御点として重要なのはホスホリボシルにリン酸の合成で、これを触媒する PRPP 合成酵素の活性はプリンリボヌクレオオチドにより負に制御される。ただし、PRPP はピリミジン代謝やサルベージ経路にも利用される。 代謝中間体であり、PRPP 合成酵素自体は、プリン性合成の初発酵素ではない。食物由来のプリンはいくつかの酵素によって分解される。食物の拡散から分解されたプリンは、新しいヌクレオチドとしてサルベージされ、再利用される。ありがとうございます。